Welcome to Shiv Channel. どうも、シルビです。はい。コールオブデューティはモダンアドバンスフォーウェアをやってみます。ね。HBR3 のですね、カモを今見てるんですけど、いや、頑張りましたよ。ゴールドとカービン。何もパークをつけない状態でやるのと、アタッチメントをつけない状態で200キルっていうのをですね、やった。あと、これで、ロイヤリティが出てくる。いや、出てこないか。これで全部揃う。ロイヤリティはまだまだなんですけどね。もらえるロイヤルはいいやと思って。今はこの一番取るのがめんどくさかったカーボンを使っております。いや、本当にしんどかった。それぐらいですね。パークと、ここにその名残があるんですけど、そう。何もつけずに、今これはパーク装備してますけど、パークもこれもなしでこういう形でやってたので、結構しんどかったです、150は。苦行でした。もちろんなんか取りやすい方がいいですね。そんな感じで行きましょう。今回は、デトロイト。まあ、ガンガン前に行くっていうよりも、要所で、お、ちょっと被ってるから絶対ダメよ、何度も言ってるけど。味方だけ進んでる方向と同じ。食ったーべー。あれ、本当に良くないよ。あの、サプレッシャーの音嫌ですね。わかんなくなるからね、どっち。アキンボサプレッシャーの音は、わけわかんない。どこからなってるのかわかんない状態になるっていうですね。あれちょっと嫌いですね。マップの全土で聞こえてしまうっていう。音が嫌です。別に、それ自体は、その性能自体は別にどうでもいいんですけど。おお、後ろ。まあだから徐々に持ち直してきてるのかなと。ああ、かわせんかった。あの辺に出てきたりするわけですよ。ほらね。あぶねえ。まあ少しずつ進軍していきましょう。ああ残念。でもこっちから出てきますよ。外しちゃった。ああ、そっちが読み間違い。まあ、基本的にピングの関係が絶対あるので、読みでどうにかするしかないですね。
外しますね。で、あの辺から出てくるからね。まあ、こういう形で距離を取っていって。あ、かぶっちゃう。ごめん、ごめん。それは終わってしまう。オーケー、危ねえ、スナイパーライフルがかすめたぜ、ほほう。入ってきよっと。いい感じですね、徐々に流れを持って、流れも来てるかな。裏に巻きましたね。まあ来るのが分かってたからね。ミニマップを見ていたんで。ああ一瞬ですね。まあいい感じで。だからね、定点で守るが強いんだって。これピングだからね、ピングゲーなんで。止まったね。ナイス、かけ。かぶってる。そこは行かない。私も。という感じでございます。味方がガンガンマイクに行く場合は、割と流れが変わるんですけど、味方が全然マイクないんで。私も含めてね。まあだから、おー、いいショットですね。敵が来るところを先読みしてって感じですね。常にミニマップ見てました。まあそんな感じになるんじゃないかなという感じです。同条件だったら前はガンガン行くんと。まああとはアサルトライフルはガンガン前に行く武器ではないっていうのはまあ最初の方から言ってるんですけど、なんでこういう形になっちゃいますね。サマシンガンでバーブギーバーって突っ込みたいんですけど。突っ込んでジャンプする相手にポツって死んでしまうんでね。なかなか難しいところでございます。そんな感じでございました。まだ、あれですね。いや、で、行ったんじゃねえか？あとちょっとですね。それでは、最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。